2010年の4月11日、ヤフーテクノロジーのアクセスランキングで18番目、原人志向 GForce GTX470480 グラフィックカードが発売という記事なんですけども、今までは、GForce の GTX295 ぐらいが最高だったような気がするんですけども、この商品はどうなるのか、出荷予定はともに来週の見込みというふうに記事には書いてあります。予想、価格はオープン価格なので、予想実売価格というのはだいたい4万1500円から6万2500円、4万1500円というのが GForce の GTX470 で、6万2500円というのが GForce の、GTX480 という感じになります。どれぐらいスピードというか速度が出るのか、GForce の GTX470 の方なんですけども、なんて GDDR っていうんでしょうか、5の、1280MB のメモリを積んでいます。 GDDR5 というのはすごい速いプロセッサー、グラフィックボードなどで使われるメモリでものすごい速いやつの上位、一番新しいやつではないかと思うんですが、まあ自分が知っている限りだと2010年の4月11日現在でグラフィックカードに使われるメモリで一番速いのが GDDR5 というか5ではないかなと思っているんですが、どういったソフトが出てくるのかなと思ってます。とにかくまだ値段が高すぎます。両方安いやつで4万1500円で、高いやつだと6万2500円、あと GTX の470が、4万1500円で、GForce GTX480 が6万2500円というのが、安いパソコンだったら、今自分が使っているパソコンだったらもうそのグラフィックカードこの1枚だけで買えてしまうので、そう考えるともっと値段が安くなってこなければダメかなと思いました。